今日はですね、ラーメンを食べに行きます。ラーメンにテリーヌが入ってる、ちょっと変わり種、ね、でも、まあ、実は本格中華料理店が出してるラーメン、食べログ 3.76 かな、バカボンというお店です。店内はこんな感じです。1階はカウンターが8席ですね。で2階もあって、夜は、まあ、四川料理を出す中華料理なんですけど、お昼はラーメンを出します。メニューです。塩鶏そば、醤油鶏そばで、チンタン醤油ですね。他にもいろいろメニューがあって、トッピングで特にちょっと変わってるのがこの炙りイベリコ豚、700円。これちょっとトッピングしたらえらいことやなっていう感じなんですけど、さらに一番気になるのが、これあのさりげなく店内に書いてあるんですけど、昼限定のラーメン2000円のラーメンですね。なんかすごいなと思って、で結局頼んだのは、塩鶏そばです。スープは鶏白湯です。まあ、あっさりした味わいなんですけど、しっかりコクがあるっていう感じでしたね。麺はまあわりかし一般的な感じでしたね。これテリーヌです。これちょっと乞うご期待ですよね。そして結構しっかりとした存在感を示してたのがこの炙りチャーシューですね。まずはスープからいただきます。正直言ってですね、ちょっと、まあ、少なめにしてるんですよね、おそらくこの鶏白湯。もっとたくさんスープ飲みたかったなっていう感じでしたね。美味しかったです。麺いただきます。麺はまあいわゆる中華麺で、僕あんまり詳しくないんで分かんないんですけど、まあ、あんまり正直あの変わり映えは感じなかったですね。チャーシューめちゃくちゃうまかったですよ。これ豚のトロトロチャーシュー、もう一瞬で食べてしまいました。でこちらがテリーヌですね。いわゆるまあミンチを型に入れて固めて、まあ、熱して調理したっていう感じなんですけど、これがねほんまにこの鶏塩白湯にめっちゃ合うんですよね。めっちゃうまかったです。夜は実はですね、ここはあのご主人が中国の四川ですよね。で、まあ、修行された料理人さんで、四川料理、まあ、結構辛いあの麻婆豆腐とか、あのシビ辛のあのマーラーとかが、まあ、しっかり入った四川料理を出している中華料理のレストランなんですよね。で、まあ、昼間がこのラーメンでね、やっぱ気になるラーメンもたくさんあったんで、ぜひまた次回訪問してですね、あの高級ラーメンにチャレンジしたいと思います。という感じでございまして、ご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回も見てください。ということで、さよなら。